皆さんこんにちは。 BMP フィットネスチャンネルトレーナーの小原です。今日ご紹介するのは腹筋トレーニングです。今日は3種目の腹筋のトレーニングをご紹介します。1つ目がクランチ、2つ目がクランチツイスト、3つ目がニーツチェストです。シックスパックを目指して頑張っていきましょう。それではレッツスタート。まずはクランチです。膝を90度に曲げます。かかとをタッチするように体を起こしましょう。反動を使わないようにゆっくりと体を起こしていきます。みぞおちを恥骨に近づけるように行っていきましょう。きつい方は足を持って行います。次はツイストクランチです。肘と膝を近づけます。同じ方向を連続して行いましょう。できるだけ大きくひねります。反動を使わずゆっくりと行いましょう。お腹を触りながら行うと効果的です。反対も同じように行いましょう。次はニートゥーチェストです。足を上げ、上半身と下半身を近づけましょう。背筋は伸ばさず、背中を丸めて、恥骨とみぞおちを近づけます。各種目10回3セット行いましょう。はい、今日ご紹介した腹筋3種目の2つのポイントをおさらいしましょう。1つ目が反動を使わずゆっくり行うこと。2つ目が背中を丸めてみぞおち、恥骨をググググッと近づけるっていうことを意識してあげることがポイントでした。ぜひ皆さんトレーニングをするときはこの2つのポイントを押さえてトレーニングしてみてください。動画良かったらいいね、チャンネル登録お願いいたします。それではまたお会いしましょう。